8月6日と7日の2日間、ソハラ御園地区内で合祀祭天白祭り100周年が開催されました。6日は前夜祭として天白祭りでの太鼓や鐘の節を競う地元の組太鼓のコンテストなどが行われ、多くの人でにぎわいました。これは今後も末永くこれらの伝統をつないでほしいという思いから企画されたものです。山引きなどが行われた7日、ソハラ神社では100周年を記念した式典が厳粛に行われました。そして自然への感謝を込め優雅に舞う豊坂舞も奉納されました。明治40年、神社合祀政策によりソハラ神社に御園神社が合祀され、その後大正5年この合祀祭天白祭りが始まり、長い歴史を刻みながら今年で100周年を迎えました。式典後、保存会や青年団、子ども会、そして地元の皆さんで綱を引き、山を天白神社に向かって出発させました。山では渡辺隆さんと小林翔馬さんが乗員と呼ばれる山に乗せた神様五兵衛の見守り役を務めました。渡辺さんは100周年をみんなで楽しみお祝いしたいですと話し、長年にわたって継承されてきた地元の大切な祭りを誇りに感じていました。日が落ちると提灯がきれいに浮かび上がりました。皆さん100周年を記念して新調した八田ガラスがデザインされた斑点を身にまとい、この祭りが今後も150年、200年と続いていくことを願っていますと話していました。